チャオ、小入巻です。今ちょうどね、後ろに、会場がありますが、井上尚弥選手の試合を見てきました。井上選手の試合の前もね、前座もすごく良かったんですけど、やっぱ井上尚弥が出てきた時にね、もうちょっと別格でしたね。井上選手の試合はね、毎回見させていただいていて、4団体統一する試合も全部見させていただきましたし、今回の試合も見たんですけど、もうね、結論から言うとフルトン選手に対して全ラウンド取ったんじゃないかなと思います。で、全ラウンド取りながらも、その見ててすごいなと思ったのが、自分が空振ったパンチ、空振ったらそのままにしなくて、その空振ったパンチをさらに、1、2、3、4って取りに行くんですよね。でこれって対戦相手にお前空振ったぞって思わすときながらも、空振ったらもう全部取り返しに行くっていうね、その姿がすごい僕は印象的だったんですよね。あとやっぱりね、ちょっとでも相手の、ペースになりそうな相手のね、パンチが来て、それに対して何が何でもペースで取らせないっていうね、一撃を返したり、ペースを取りに来たなと思う瞬間に一撃加えて、ペースを出させない、そういう姿がね、すごい彼のね、映像を見てると 120% を作ってくるっていうね。あともう一つは、そのモチベーションっていうところでは、やっぱり勝つか負けるか分からないっていう、すごいこの恐怖感とか、そういったものが全てをね、自分の心を動かす、体を動かすっていうね、ああいう映像も見させていただいてね、全ファイターにね、キックボクサーもそうですし、ボクサーもそうですし、全ファイターに、いや、ファイターだけじゃないですよね、もういろんな方にね、この言葉をね、伝えたいなと本当思いました。120% 作れるのはやっぱり恐怖だと。そういった試合をね、数々とこなして、4団体、統一しましたし、そして今回ね、このスーパーバンタム級に移動して、このスーパーバンタム級の、今2つのベルトを取って、ね、ここからまた4つのベルトを取りに行く、井上選手がね、ここからどこまで行っちゃうんだろうかなと。あとやっぱり試合見てて、そのフルトンがね、1階級上なんで、井上尚弥のパンチが1階級の選手にどこまで続く、通用するのかっていうところもね、見てたんですが、やはりね、フルトンを上回る、ね、スーパーバンタムを上回るパンチ力っていうものをね、見せてもらいました。まだね、会場を後にしている方々がいるんですが、そうですね、僕はね、試合に負けたフルトンがね、試合に勝ってね、全員井上選手をわーって見てたと思うんですけどね、僕はずっとね、フルトンを見てたんですよね。それはなぜかっていうと、やっぱりこうやって2回、ね、2つのベルトを取って、フィラデルフィアのね、治安が悪いところからね、治安悪いところでね、ボクシングジムだって、そんなね、すべての環境が揃ってるわけではない場所でね、ああやって2つのベルトを取って、地元の英雄にもなって、そういうフルトンがこの日本っていう地にね、降り立って、でね、日本のね、井上ファンの前で、ああやって胸張って堂々と戦ってね、インタビューも全部見ましたけど、俺は負けないと、常に胸張ってね、自信満々のね、本当、もう彼もね、スーパーチャンピオンだなと思いましたね。だから試合が終わった後、フルトンをずっと見てて、フルトンのファンになりましたね、やっぱり。負けてね、こう自分でずっとね、歩き回るんですよ、リングを。ずっとね、止まらず、ずっと歩き続けるんですよ。で、セコンドの顔も見ないし、ね、会場にいるファンの顔も見ないしね、ずっと自分で歩きながら自分と語ってるんですよね。なんかあの姿を見た時に、ポンポンってね、跳ねたんですよね。俺は聞いてない、まだ戦えるぞってポンポンとね、でまたね、胸張ってね、ずっと歩いてたんですよね。もうなんかあのフルトンにね、話しかけたいぐらいね、
お前はやっぱりスーパーチャンピオンだったぞってこう言いたいな。そんな感じでね、皆さん井上選手を見てたと思うんですけど、僕はフルトンをずっと見つめてね、なんかフルトンに伝えたいなって、そんな気持ちになりながらずっと見てましたね。まあ、会場にはね、いろんなファイターとかね、いろんな人が来てましたけどね、ボクサーで言ったらね、山中くんなんかも来てましたし、村田さんも来てたし、畠山さんも実況してたし、いろんな方々が会場に来てね、やっぱり、武蔵さんもね来てたっていう、ね、もういろんなファイターがここに集まる、これ当然だなと、もうみんなねリスペクトをねしてるからこそね、こうやって集まるんだなと思いましたね。僕はこの会場で試合はしたことないんですけど、有明でね試合はしたことないんですけど、素晴らしい試合を見せていただきました。これからの米内選手がね、戦っていくまた上でね、年内また試合をすると、対戦相手もねリングに上がってました。俺は試合するよと、なぜなら俺はチャンピオンだからって言ってね、年内試合がねもうリング上でほぼ確定したと思いますから、また今年ね井上選手のもう一本のベルトを見れるっていうチャンスがね来ましたから、でもやっぱりこう見てて、日本人としてねやっぱ井上選手みたいな人が井上選手みたいなね、この島国の日本から生まれるっていうね、なんかボクシングを通して日本の皆さんにね、俺たちはいけるぜっていうのものをね見せてくれたなって、本当に僕もね元気が出ました。あと上の井上選手のねお父さんがもう胸張ってねリングに最後ね、取ったぞ勝ったぞって言ってねアピールしてたんですけど、やっぱり井上選手のね父親がやっぱり人生かけてこうやって、ね、自分の息子に対して、誇りを持ってね作ってきたって、そして井上選手も自分の尊敬する人は父親だっていうぐらいね、お父さんがリングに上がって拳をね上げて胸張ってね倒したぞっていうね、姿もやっぱり忘れられないですしね、その横でフルトンがね、俺は間違ってないって、一個のミスをしてしまったかもしれないと、でリングでね流れたんですよね、フルトンが倒されてパンチをもらってね倒されるシーン、ずっとフルトンはね二本立ちで見てましたけど、二本立ちでね、堂々と胸張って見てましたけど、姿もね後ろ姿すごい良かったですね、なんか勝者とね敗者がこう二人がリングの上に立って、そして二人が自分たちがした試合をね見てるっていう、姿がなんかすごい感慨深かったです。この興奮を、お伝えするために今会場から出て、すぐさま撮らせていただいています。日本の宝、井上尚弥選手、本当に、今日はおめでとうございました。また、僕たちにね皆さんに夢を、見させてください。ここからまた日本のプロボクサー格闘家もねどん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 さらに強くなってきていますので、ファイターの皆さんも頑張っていきましょう。最高の、夜でした。ありがとうございました。以上です。じゃあ。